こんにちは、桐崎舞です。本日は皆様にご報告がございます。今年の5月からこの桐崎英治セカンドチャンネルを受け継いで桐崎舞チャンネルになって半年ぐらいが経ちました。最初は軽い感じで週1投稿から始めて、途中から週2投稿っていう形になったり、まあ今はちゃんと週2投稿できてないんですけれども、はい、ごめんなさい、反省しております。結構バラバラに投稿してて、皆さんのことをお待たせしちゃったこととかも多々あったと思います。だがしかし、桐崎舞この12月週3投稿をします。はい、そんなに大したご報告ではなくてすみません。今年最後ということもありまして、ちょっと最後の最後は投稿頑張ってみようかなみたいな、自分なりに頑張って皆様を YouTube で楽しませたいなとか思っちゃって、はい、まあ私の予定では1週間のうち火曜日、木曜日、土曜日に投稿していこうと思っております。まあ、その週3投稿なんですけれども、コラボ撮影も含んでいるので、ぜひぜひお楽しみに。ちょっと私コミュ障なんで、ちょっとこういう関係も少ないし、コラボ撮影とかできるかちょっと不安なんですけれども、ぜひ皆さんお楽しみに。今年最後頑張ろうってことで、終わり良ければ全てよし、なんか同じようなこといっぱい言っちゃうということで、12月の火、木、土曜日は桐崎舞チャンネルに集合でございます。 YouTube 頑張る宣言でした。長い動画を週3投稿するけど、 YouTube ショートとかもその間上げていこうかなと思うので、ちょっとお腹空いたので何か食べます。何食べよう。てかさ、今からちょっと撮影に行くんだけど、何の撮影かは後日の動画のお楽しみということなんですけれども、ちょっとご飯食べながら近況報告でもしよう。できたー。よいしょ。ちょっと暑すぎるからさ、半袖に着替えた。今日のお昼ご飯は湯のカレーうどんです。具材がネギしか入ってないっていう。そう、昨日ね、カレー鍋をしたんですよ、一人で。その残りのスープでカレーうどんを作りました。いただきまーす。マジで鍋ってさ、大人数で食べる方が美味しいよね。今年一人でしか食べてないよ。うまっ。めっちゃ美味しいんですけど。天才、私天才かもしれんな。肉欲しいんですけど。なんか1年振り返るのも早い話やけどさ、なんか今年1年は本当に去年と全く違う1年だったな。去年はさ、本当に勉強ばっかりしてた。去年国家試験受けたからさ、もう今、去年の今頃は本当に朝から晩まで勉強してたなと思って。自分偉い。絶対今そんなことできない。私的に一番大きかった変化はやっぱり学生から YouTuber に変わったってことですかね。本当は看護師になる予定だったから、なんかまさかこんな東京に上京して YouTube をやる人生なんて、そんな小さい頃考えないやん。高校生の頃も、まあ、YouTube には出てたけど、自分一人でこの道に来るとは思ってなかったから、予想外な人生だなと思って。本当に人生何が起きるか分かりませんね。将来自分が本当にどんな風になってしまうかは分からんけどさ、とりあえず今は全力で頑張るしかないなと思いますね。また今年1年の振り返り動画みたいなの出したいんだけど、まあそれはその時話すし、なんか今はそんなに細かくは話さないんですけど、あと自分の中の大きな変化は、まあ一人暮らしっていうのも大きい変化だし、だって今まで家族がいるところでずっと生活してたわけだから、こうやって一人で暮らすってなかなか初めての経験だったから、最初はなんか結構不安やったけど、今となっては結構一人が楽やし、慣れればそんなもんだなと思って。友達に会えんのは暇だったりするけど、まあ地元帰ったら会えるしね。そんな地元をめちゃくちゃ帰らないってわけでもないし、まあ、そんな寂しいって思いもないし、マジネギしか入ってないんだけど、このカレーうどん。あと自分の中の大きな変化はやっぱり、彼氏との別れかな。かっこつけて、別れかなとか言って、次はどんな人と付き合うんだろうなって考えてるんやけど、なんかもう私、そんなすぐに人好きにならないなと思って。私の中の今、ルールがあって、最初に会って違和感を覚えた人は絶対好きにならないっていうルールを決めたんですよ、自分の中で。理想が高すぎるんかもしれんけど、これは。なんかもう、勘に触った人は絶対好きにならんとこうと思って。
マジでいいことないと思うから。自分の勘には自信があって、自分が、あ、この人良くないなって思った人って多分本当に良くないと思うの。この人は友達に紹介できないなとか、ちょっとそういう風に思う人は好きになるのやめようって最近思いますね。なんかもう話がぶっ飛びすぎて、もう何の話してるか分かんなくなったんですけれども、まあ、とりあえず12月は動画頑張るっていう報告でした。ということで皆さん、来年になるまで今後12月の期間の動画お楽しみください。ということで、さようなら、バイバーイ。はい、今日は何やつ。皆さん、今年1年はどんな年でした？何急にこのカメラ始まった？おいや、みんなの1年の振り返りでも聞きたいなと思って。俺に力を貸せ、ガンダム。パパパパンパパパパンパパパパンパパ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 パ。うちの家族、男組はパチンカスなんですよ。魚チンアナンをユニコーン。お前やば。錦糸町のパチンコ屋さんで、親子合わせて2日間でいくら負けましたか？10万円でかいです。お前らやばすぎ。そんなんやったら美味しい焼肉連れてってよ、10万円で。じゃあパチンコ抜きにして、どんな1年でした？家族から離れて、登校頻度も減らせて、前は週3登校でした、石川県自体はね。で、毎日コーヒーを何杯も飲んでました。カフェイン中毒でした。リボビタンで2000とかも飲んで、すごい大変でした。今仕事量を減らして、健康的に野菜も食べて、よく寝た生活をしてます。はい、健康的な1年ですね。だってさ、金とか名誉とかよりもまず長生きしたいもん俺。めっちゃ体調を気をつけとる。生活の質が上がったってことだね。そうだね、仕事量を減らしたことによって。石川におる時より絶対健康的になったよな、お前。うん、自分で家事もして、食生活も気をつけてしっかり睡眠もとってでもマジで、寮はマジ一人暮らしできん人間やと思っとった。思っとったやろ。で、できとるやろ。できてる。だってやろうと思って、だって掃除僕できないって言われてましたけど、全部俺のができとるもんな、お前より。今前の部屋も綺麗やから。彼氏と別れてからめっちゃ部屋綺麗にしよう精神が出てきた。で、なんでそんなもん聞いてきた？1年間がどうやったって。いや、なんか気になった。あ、そうそう、なんか言うていい？俺、この人は何もしてません。この人の唯一の悩みわかる？皆さん聞いてください。この親父の唯一の悩みわかります？よく眠れないことらしい人生で一番の悩み。よく寝れないことが人生の悩みなんで。で、俺それエスポワールトライブのケースに言ったら、あはは、アホちゃうって言ったと。言わして。お前ら4月からこっち来たやん。俺なんで年に3回も4回も1週間ここにいなきゃなんないんすかね。まあ仕事かもしれん、 YouTube。 逆にさ、動画も出てないで無償でお金もらってるってどんな気持ちなんですか？確かに出てるよ。いや、まあ今出とるよ、たまに。たまにじゃねえよ。2ヶ月に1回ぐらい。そんで十分やん。平均的に2ヶ月に1回の稼働の領域やん、今年の相手君は。うん、いいわよ。そんで俺のその振り返る期間は、この1年間寝てただけ？寝てねえわ。あなたたちが東京来いっていうもんで、あんまりプライベート旅行とか行けませんでした。で、何がしたかったの？この動画は今ただおまけ。さよなら。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。3日投稿？何やって？週3投稿。頑張れ。